妹思いのお姉さんていうか、機械生命体の姉妹って変な話ですね。同じ工場で作られたとかでしょうか。さあ、オペレーター 6O より 2B さんへ定期連絡の時間。こちら 2B、 どうした。実はちょっと好きだった先輩を食事に誘ったら断られちゃって。私これからどうやって生きていけばいいですか、 2B さん。そんなこと聞かれても。もうバンカーにいられないです。それは困る、作戦に支障があるから。トゥービーさんは私を必要としてくれるんですか。 B 型戦闘モデルにはオペレーターのサポートが必要不可欠だから。トゥービーさん、以上、通信終了。2B からオペレーター 6O へ資材の受け渡しを完了。了解です。お疲れ様でした。まったく、
相変わらず司令官は人使いが荒いですよね。ルールにも厳しいし、効率優先のロボットみたいな生活を送ってるんでしょうね。司令官はそんなにお堅くないですよ。え、どういうことですか。司令官ってああ見えて意外に大雑把なんです。服なんて脱いだら脱ぎっぱなしのためっぱなしなので、よく洗濯班が嘆いてるんですよ。それに自分のボディのメンテナンスチェックとかね。秘密。いかがでしょうか。勝手に通信してきた。私たちが平和を愛していることをご理解いただけましたか。口だけならいくらでも言える。機械には心がないんだから。そうかもしれません。でもこれからもよければこの村に来てください。